皆さんこんばんは。モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今日はウトナイコっていうところに行ってきました。目的は動画撮影、動画を撮ってきました。そして、編集し、先ほどグリーンスワム4ボリューム4としてアップロードさせていただきました、もしよろしければいつものように概要欄にリンク先がございますので見ていただければ幸いです。今回の動画はあまり凝ったことをせずにシンプルにまとめています。で、今夜はこの動画のこと、ウトナイコのことなどについて説明させていただきます。で、まずウトナイコっていう湖ですが、場所はこちらになります。札幌からは1時間程度でしょうか。ここは動植物の宝庫、野鳥の楽園と言われています、確認されている野鳥は270種類の鳥類が確認されているようです。ですから、バードウォッチングや野鳥撮影のメッカになっています。今日私が訪問したのは、観光客の皆さん方が一般に来られる場所ではございません。上の方にあるサンクチュアリネイチャーセンター、森があるところなんですよ。そこに行きました。で、車で行って駐車場に車を止めたんですが、野鳥のプロの方がね、いらっしゃるんですよ。それで私に声をかけてくださるんですよ。こう言われました。シマエナガ取りに来たんですか？シマエナガって思ったんですよ。最近このシマエナガってよく聞くからです。いえいえ、私は、野鳥の撮影ではなくて、ただ動画を撮りに来ただけでございますって答えました。すると、シマエナガのヒナがもう固まっているから、見といて、今がチャンスだよって言うんですよ。ありがとうございますってお答えしました。シマエナガ、これですね。確かにすごい人気者です。北海道にしかいない鳥なので、雪の妖精とも言われています。とても可愛いので、修学旅行生来るんですよ。北海道に最近いっぱい修学旅行生が来るんですけれども、生徒さんや先生方に大人気というお話でございます。でも私は一度も見たことがございません。意識したことすらないんですよ。ですから、今日シマエナガを取りに行くんですかっていうそのクエスチョンは結構私を刺激しましたね。で、基本森の中に入って行いました。で、ここの森はね、めちゃくちゃ綺麗に整備されています。まず木道がある、綺麗な木道ですよ。で、地図もきちっと整備されていて、もう間違いなく行きたいところに行けるようになっています。で、奥の方に野鳥の観察小屋があるんですよ。これ結構使えるかなと思いましたね。以前
東京湾のどこだったか忘れちゃったけども、ポートレート撮影した公園が東京湾のところにあって、そこも野鳥の観察所みたいところがあるんですけども、その時のことを思い出しましたね。部屋の中は暗くて、カチャッとこう開けて、そこにこうレンズを入れて、隠れるようにこう撮影できるようになってるんですね。いいところを見つけましたので、望遠レンズがないとダメっすね。望遠レンズが必要ですけれども、まあ、いつか来て撮影してみたいと思います。で、今回撮影していて一つすごく嬉しかったことがあります。最近私は沼とか池を撮影してますよね。その表現にこだわっています。それで散策路を歩いていくと、まあ、水たまりのような池があったんですよ。これよかった。動画は5本撮りました。で、その5本のうち3本を作品の中に挿入しています。ここはね、是非見ていただきたいなと思います。結構こだわって撮影し、カラーグレーディングの方も力を入れています。そういう良かったこともあるんですが、一方で大変困ったことも ございました。それは何かと言いますと、とにかく虫虫虫虫だらけなんですよ。で、動画の撮影はその場にいなければならない。写真であればシャッターを切って移動すればいいんですけれども、その動画の場合にはそこでじっとしていなければならない。音は出せない。足音も出せない。蚊がブーン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 、蚊が顔の周り、それから手の周りにやってきます。またマイクのそばに来るんですよ。それがね、ブーンブーンって入っちゃうんですよね。だから半分ぐらい音使えなかったですね。この7月8月は北海道の虫たちが一番活動する時期なんですよ。北海道の夏は短い。その短い夏、そこで全ての活動を彼らは行うんですよ。きれいな木の葉っぱも虫に食われて穴だらけになっていたりしましたが、まあ、そういうのを見ていると、もうすぐそこに秋が来るっていうことまで感じました。撮影についてはいつものようにこの α7-4 とこの 50mmF1.2GM G マスターでございます。もう最近1週間に1、2回は必ず使ってますから、この GM の良さが分かってきましたし、使いこなしがだんだん以前よりできるようになってきたかなと思っています。まあ、このね、特徴あるレンズっていうのは使えば使うほど面白いですね。今日は風があまりなかったので、もうほとんど写真スチルと変わらないです。これ本当に動画なのかよって見えるかもしれませんが、全て動画です。で、記録は 4K422 の 10bit、 最近はこればかりです。撮影しています。階調表現が豊かで、そのグレーディングをする時の劣化が少ないですね。レタッチソフトで一度カラーグレーディングをして、で、その後、Apple ProRes 422で書き出し、Final Cut Pro に読み込んで編集したものでございます。今夜もご視聴いただきありがとうございます。